AR シャーシ、思えば久々に組んだな。ということで、今回から AR マシンを作っていきますが、 AR の駆動って何でもフロントモーター化、つまりは FMAR にしたら速いみたいなことを聞きましたので、 FMAR 化をする前にまずは通常の AR の駆動とFMAR の駆動の違いを見ていこうと思います。そしたら最初に AR シャーシでの回転数を見ていきましょう。それではカウンターギアを抜いてあげて電池をセット、これで回転数を見ていきます。せーの、それともう一つの基準としてスピードチェッカーでの計測もしていきましょう。はい、最高速度27キロ、 100m 走も測っていきます。さっきの方が早かったかな。ではこちらのデータをもとに FMAR 化をしていきましょう。 FMAR 化、つまりは逆回転をさせたいので電池の入れる向きを逆にしてスイッチが入るようだったらもうそれでいいんだよね。せーの、ああ、まあ普通はつかないよね。はい、ここでターミナルの設置がどうなっているのかというと、モーターカバーを開けてみてよーく見てみると、こちら側のターミナルと電池が接してないので、これがうまく接するようにしていこうと思います。なのでそうすると接触しやすくするためにこの間にゴム管を挟んでいきます。はい、ではこんな感じで接するようになったかというと、はい、ひとまず動作確認できましたので、またカバーをつけて再度駆動を見ていきましょう。
お、いい感じ。お、トルクもなかなか良さそう。では、そういった感じで、また回転数を、ちょっとね、電池が出しづらいよね。電池の付け外しを考えて、このあたりを少しトリミングしていきます。はい、中央の突起はカットして、プラス端子部分をくり抜きました。反対側もこんな感じ。それでは電池をセットして、ここの入れ方がちょっとコツがいるかも。まずは回転数を見ていきましょう。スピードチェッカーでも計測していきましょう。あれかな、バンパーの当たりどころ悪いかな。だいたい同じ。はい、ということで本日の動画以上となります。ちょっと計測方法がいまいちだったかな。せっかく FMAR の改造をしましたので、次回はローラーセッティングをやろうと思います。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。